8番岩崎由美君。はい。はい、1番よろしくお願いいたします。私の方から2点質問をさせていただきたいと思います。まず1点目です。文化財をどのように守り生かしていきますかという、質問です。八丈町では町づくりの基本方向4つの柱として、歴史と文化を生かす町を掲げ、八丈島の各地に残る遺跡、伝承されてきた歴史、有形無形の文化は全て私たち町民のかけがえのない財産です。これらの歴史と文化の探求は八丈島の貴重な財産としての価値を一層高め、八丈町の発展につながっていきますとしています。この理念のもと、現在新たな歴史民俗資料館の建設に向け、入札主張などさまざまな困難を乗り越えて努力されていることに心より敬意を表します。この中で関連する事案について、八丈市長で仮展示している以外の品々の保存状況についてお尋ねいたします。前回の予算審議の中でも少し伺いましたが、再度一般質問という形で伺います。現在どのような場所にどのようなものを保管していますか。2点目、保管に関しては専門家のアドバイスを受けましたか。これが大きな1点目です。大きな2点目、将来にわたる人口減少への対策をどのように考えていきますかという質問です。日本の人口について2023年5月1日概算値は1億2450万人、前年同月に比べて57万人減となりました。4月26日は国立社会保障人口問題研究所が2070年に日本の人口は8700万人になると推定しています。八丈島においても他の自治体同様、人口減少問題は深刻で最重要課題として移住定住施策を推進しています。この中でまず小さな1点目、平成28年3月および令和3年4月に八丈島の、八丈町人口ビジョンが策定されました。これらの中で予想された人口動態について、それぞれの予測の際、また現状と比較しての評価はどのようになっていますかというのが小さな1点目。もう1点現在の課題に対応しつつも将来を見越して今後どうするかを考えるのが持続可能な施策と考えられます。現在移住定住については支援事業等の施策が実施されておりますが、これを続けるだけで十分と考えますかというのが私の質問です。どうぞよろしくお願いします。では教育部長。はい、部長。おはようございます。よろしくお願いいたします。それでは8番岩崎由美議員の歴史民俗資料館の所蔵品の保存状況についてのご質問に回答いたします。まず1つ目の質問、所蔵品の保管場所についてですが、平成29年度に歴史民俗資料館、旧歴史民俗資料館は耐震性の問題から一時閉館となり、その所蔵品は現在八丈市長ホールに展示されているものを除くと、おじゃれホールの倉庫、庁舎3階の倉庫、および岡里の旧職員住宅の3箇所に分けて保管されております。おじゃれホールの倉庫には指定文化財を含む古文書などの紙類や重骨類などの歴史的価値があるもの、庁舎の3階倉庫には屏風や
織物などの大振りで価値があるもの、岡里の倉庫にはその他の所蔵品が保管されております。次に2つ目の質問の専門家のアドバイスについてですが、所蔵品を市長ホール以外の3箇所の保管場所に移動する際に、博物館などの所蔵品の保存方法に詳しい専門家に、保管梱包の方法と保管場所の指導を受けた上で、それぞれの倉庫に移動させております。以上です。2点目の質問について、企画部財政課長。委員長。私からはですね、人口減少対策の質問にお答えしたいと思います。まず初めの質問ですが、令和3年に策定した八丈町人口ビジョンにおいて、若年層子育て世帯の UIJ ターンの促進と合計特殊出生率の向上に、策を講じた場合のシミュレーションから、令和5年の人口を計算すると7128人となります。1月の人口は7053人ですので、シミュレーションより75人減となりました。令和4年中の自然増減では出生が30人、亡くなった方は117人、社会増減では転入409人、転出395人となりました。社会増減はプラスとなっておりますが、自然増減については出生数が少なく大きくマイナスとなりました。2つ目の施策についての質問ですが、町では特定有人国境離島地域社会維持推進交付金を活用した雇用拡充事業、定住サポート支援事業、東京都が設置した東京多摩島嶼移住定住相談窓口の活用や観光 PR も兼ねますけれども、各種当該物産展での PR などさまざまな施策を行っております。今行っていることを続けながら、より効果的な施策を考え取り組んでまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。8番、はい、はい、再質問を行います。ですね、文化財の保存状況、ちょっと ある人から指摘を受けて私も見に行きました。で、保管状況については、専門家のアドバイスを受けたということで、一つは最初より保管の時期が、期間がですね、資料館が建設される完成までのちょっと時間が伸びたということもあり、期間が伸びているということもあります。またですね、この専門家の方がただどの程度八丈島の、史跡に詳しいかわからないんですけれども、特に国内でも数少ない、八丁年式とか、カッペタ織とかそういったものがね、今岡里に、保存されています。で、岡里については空調がないということで、劣化がね結構激しいっていう、客観的ではない表現ですけれども、皆さんが空調で、空気を入れ替えたり、いろいろ努力をされていることは分かるんですけれども、やはり、こういう梅雨時の気候とか、そういうので非常に保存状況は良くないと考えます。それでですね、少なくてもそういった八丁年式とかカッペタ織とか、あとあれですね、地層の剥ぎ取り図などちょっと貴重なものは、前回町への寄付された民間の住宅があるとか、そういうところももし可能だったらですね、エアコンを入れるなどして、今のある場所から移動させた方が、いいんではないかと。で、伺ったところ、新たに展示する際にはクリーニングをして、きれいにして、展示するということを伺ってますが、これどのぐらいの金額になるのか私もよく分かりません。
かなり高額になるのではとも思いますけれども、こういったクリーニングの手間を、まあ、なるべく小さくするため上でも、貴重なもの、岡里にある貴重なもの、まあ、要するに紙類は空調のある場所、紙類があんまり貴重でないものと木造とか金属のものが岡里に行ってると思うんですが、なるべくそういうものを早く、空調のある場所に、引っ越した方が、引っ越すというか移動させた方が良いのではないかと思いますが、その辺のお考えを聞かせてください。で、もう一つ、人口動態の方ですけど、2番目の質問ですが、今後国が本腰を入れて検討する異次元の少子化対策など、まあ、子育て環境の充実を重点とした施策は町でも考えられると思います。一人でも多くの方が島に定住してくださるようにしていくことも大切ですね、今行っているような。しかし今後日本の人口動態を考えると、八丈町のような自治体では人口が増加していくということは大変難しいと思われます。この際ですね、特に水道などの社会資本整備はですね、財政を圧迫していくでしょう。で、まあ、将来にわたり持続可能であるためには、まあ、10年ほど前から議論されている例えばコンパクトシティのような考え方を導入する時期に来ているのではないかと思います。ただですね、このコンパクトシティの考え方っていうのは町にそぐうかそぐわないかっていうのは非常に疑問も残る点で、まあ、いわゆるそういう考え方ではなく、まあ、八丈に見合った、まあ、ゾーニングとかそういう、こう施策を今ですね考えていく時期に来ているのではないかと思います。まあ、次の基本構想は2031年からですけれども、例えばどういうところでどんな施策が行われているかの検討や八丈町にあったそういった問題について今からでも考えていく必要があると思いますが、それがいかがかなと思います。それについてご回答お願いいたします。ただいま再質問が2点ございました。まず最初の1点目、教育課長。班長、岡里倉庫の所蔵品の移転に関してのご質問にお答えいたします。旧歴史民俗資料館の所蔵品は、相当数あります。で、それを、事前の担当者がですね、今、2回変わっております。退職して、経過はですね、詳しい経過を追っかけることができなかったんですけれども、担当者、その当時担当者は町の施設のを最大限に生かして、その当時できることをやっておりますので、大体の所蔵品については適切に保管されていると考えております。ただしですね、先日議員さんと岡里を見に行った時に、なぜそこに移ってきたのかという理由がですね、つけられないものがおっしゃった通りあります。で、それに関しましては、もう少しですね、環境の良いところに移動させようかというふうに考えております。以上です。続いて再質問の2点目、企画部財政課長。委員長、ご質問のですね、コンパクトシティやゾーニングといった問題は、八丈町の地域性もありますので、ご存知の通り非常に難しい問題だとは思います。しかしながら、次期構想ではそういったこともですね、検討をしながら、構想を作っていく必要があるのではないかと私は考えております。それから施設面につきましてもですね、整備計画等をしっかり作りながら、過度な投資にならないように検討していく必要があるとは思っております。以上です。はい、8番。はい、ご回答ありがとうございます。資料館じゃなくて、ごめんなさい、岡里の
市内について、移動させようというところでご検討されているとお伺い、よかったなと思いますが、今大体どのくらいの時期をめどに、それから本当ね、今まで担当者の方が変わり、今の担当者も非常に一生懸命やられていることを私も存じ上げております。なので、そういう人たちと一緒に今後のことを考えていきたいと思いますけども、一刻も早く移動させた方がいいのではないかなと思うので、大体の目安、いつぐらいまでに移動するか、大体どのぐらい、何点ぐらい、貴重かなと考えられていらっしゃるか、これについてお伺いいたします。2番目の質問については、本当におっしゃる通り、八丈島の地域性を考えると、非常に、難しいというところではありますが、特に学校の、移転とかそういう機会を捉えて、いわゆるコンパクトシティというものではなく、八丈島に見合ったもので、検討していっていただきたいと思います。これは要望として、お願いします。なので今資料館の品についてだけご質問させていただきます。よろしくお願いいたします。はい、それでは最初に質問が1点ございます。教育課長。はい、課長。岡里の所蔵品の関係でですね、どれが貴重なものかっていう、保存も必要なものかというのははっきり申し上げまして、私ども職員だけでは判断できないものもあります。ただですね、八丁年始等の動かさなければいけないだろうなと思うものはですね、できるだけ早く一気にじゃなくても動かしていって、あと必要なものは専門家の指導指示を仰ぎながらですね、考えていきたいと思いますが、今年中にはもう移せるかなというふうに考えております。